伝統寺は、韓国、インチョン広域市高下郡にある寺院。韓国仏教会の最大勢力である、宗慶州の宗本山宗慶寺らの末寺。日本統治時代は、朝鮮三十一本山の一つだった。伝統寺は、高栗の小十林王の時代の381年に、阿藤王将が新州寺を創建してことをもって、伝統寺の創建としている。ただし、史三国や、 三国維持に該当する記事はなく、根拠は不明である。句栗に、初めて仏教が伝えられたのは372年で、ある。朝鮮半島における仏教の伝来は句栗から始まったため、伝承がもし事実であれば、現存する朝鮮半島最古の寺院ということになる。統一白木時代の伝承は確認されていない。創建以降は1259年に境内に、 奥欠を作ったという話が登場するまで900年近く伝承が残っていない。武神政権時代の1232年から1270年にかけてモンゴルの侵攻を受けた高来は高下党に王宮を移したが1266年に新州寺は重修を行った。この時期王室はモンゴルの退散を祈願してこの寺で 後来八幡大蔵教の版木を彫刻させた。1282年に中列王の王妃上和九士王氏がおも立てを行ったことを契機に新州寺から伝統寺に改名された。伝統は仏法の明かりを伝える意味とされる。上和府主が玉正の食材を寺に寄進したことに由来するとも言う。李氏朝鮮の大僧による1407年の仏教弾圧の際、 存続を許された88寺院の中に伝統寺や新修寺の名前はなく廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際も存続を許された36寺院の中にも名前はなく引き続き廃寺のままだったようである。李氏朝鮮の公開君の時代、大火で建物が消失し1621年に再建された。畜層の時代。 朝鮮王朝実録を伝統寺に保管し始めた。1726年に英祖が伝統寺を直接訪問し、変額を貸しした。日本統治時代の1911年、寺説令施行規則によって朝鮮30本山に指定された。伝統寺薬師殿。ありがとうございます。